答え忘れてたい。そんな顔でいつまで戦うの。また一人で愛しても愛してもその度に傷口が顔を出す。巻き戻すように、どうして1から10までさらには100まで飲み込む悲しみだけはなくなってくれないの。そうして逃げ場もないのにマイナス100から始まる動機の日々もかくまってくれないや。ちゃんと泣いて無理もしたらここへおいでおいたって、これから終わらせようか。眠たいが寝ないまだ今日がいい。僕ら何度だってもうやって光ってくんだよ。消せない最低は理想じゃね。なんか反射がちょうどいいや。救ってたいのさ。死にたい消えたいもう異常じゃない。よしよしよしで秘密会議ほら吐き出しちゃおう。君は泣いたって綺麗だよ。さらばあっちにと前を向いて笑ってこうじゃない。もうね、悲しくない塗り重ねた強がりファイヤーを洗い流したら、バイバイよバイバイよ、バカみたいな世界にありがとう。探さないでね。そうして僕らは広くも狭くも暑くも寒くもないこの部屋で抱き合って息するの。常識外れは外れて二人だけの合言葉で鍵をかけたら、さあどんな夜行をしようか。だけど痛いだから痛い、優しさが染み込んでくる。小6を始めようか。眠たがれないまだ今日がいい。声をなどらって送り合ったと思ってきましたが、やめよう逃げよう大丈夫だよ。もう寝たっていいの。ちゃんと僕は持っていけるから。おはようしよう、また今日にしよう。よしよしのしで秘密会議ほら吐き出しちゃおう。僕も泣いちゃってやばいから、さらばあっちにと前を向いて笑ってこうじゃない。弱虫な僕たちは変わっても変わってな。終わらない今日の合図、光ってく光ってく。辛いのは辛いけど二人で乗り越えるさ。